はい、皆さん、こんばんにちは。そしていらっしゃいます。朝徳行きです。今回はですね、ゲーム実況ではなくて、まあ私の環境がちょっと変わったっつー話ですね。マイクをね、変えたっつー話です。変えた。ちなみにこのこれはフェイスリグですね。アニメズじゃないです。昔のやつですね。はい。じゃあやっていこうというわけで、まあ、マイクを変えたよっていう話。マイクはね、まあなんかみんな実況者さんとかだとよく知ってる AT2020 っていうやつ。でございます。はい、それですね。それに変えました。今のこのマイクの音声もそれです。うん。まあ、そんな感じかな。うん、なんか違う。設定とかね、まあもちろん。いじってはいるので、まあその設定の方の画面もちょっと相部設定の方の画面もちょっと見せます。はい、これが設定画面になっているよ。まあ私はね、普通はオーディオインターフェイスのAG03 だったかな。なんかそういうのにつなぐんだけど、俺のはタスカムのミニスタジオの32ってやつにつないでるよ。そうなんだ。つないでるよっていうのもおかしな話だけどね。よ、まあ設定はこんな感じですね。今からちょっと設定をいじくり回していくぜ。いじくり別にそんないじくり回さないけど、まあね、マウスポイントは見えてるね。見えてるね。 OK、 じゃあやっていくぜ。ここだとここが上がりますよね。これをやっていくと音うるせえかもしんねえな。これをやっていけば、まあ、音うるさくなっていくのは、この後もうわけわかんなくなる。これはあんまりいじりません。あと、いじるのは、ここかな。こう上げてって、入れてっていくと、聞こえやすいかな。これで、一丁上がりって感じ。からこれだとちょっと音うるせえとかってなってくると、ここのゲインをちっちゃくすれば音ちっちゃくなるし、上げればパネーデカボイスになります。デカボイス、うん、俺はねいつもこの設定でやってたよ、前のマイクで。あ、ここはいじってなかったんだ。ここゼロだった。そんな感じですね。いやー、これ今、AT の2020 なんだよね。多分、さらにこれ、加工をかけていい。音声と、別個で撮ってるからね。これだと動画は、あーって感じ。まあ、なんだろうな。なんて言ったらいいのかな。本来の力ってと、本来だとで多分これなんだ。ゼロなんだ。これです。本来だと、これだと思うんだよね。あいべなんかでして。本来だと、この大きさになるけど、まあこうやっていじっていくとうるせえと。うるせえよな。うるせえ。うるせえと思うよ、これ。かなりうるさいと思う。
まあだからゼロにしてるよっていうところ、あとちっちゃいければまあ大きくもできるし、ここいじっちゃうとねホワイトノイズがまあ出てるよね。そうなの、ホワイトノイズ出ちゃうの。そんな感じかな。はい、そんな感じです。あ、ありました、ヤマハのマイクじゃなかった、ごめん。ね、ソニーのマイクでしたわ。ソニーのマイクの、ちょっと音でげえかな。ちょっとごめんなさい。7も出てた。4ぐらいかなと思うんだよね。ベスト。はい。ヤマハのね、ヤマハじゃねえんだよ。ですね、ソニーの ECM-PC-V80 ってやつ、ね、まあなんか初心者におすすめなマイクナンバーワンのやつやってたんだけど、これはもうホワイトノイズが半端なかったから、基本的にね基本的にホワイトノイズが激しかった。だからそうだな。まあだから、生配信とかすると、シーっていうかな、シーっていう音がずーっと入ってます。ので、ちょっと聞き比べのやつを聞いてほしいんだよ。じゃあ、聞き比べをやっていくぜ。はい。皆さん、おはこんばんにちは。朝とくみきです。はい。皆さん、おはこんばんにちは。朝とくみきです。はい。いかがしたか。まあね、基本的にあと、音がちっちゃいよね。まあ、拾える範囲がね、小さいのよ。今のは何のフィルターもかけてない状態です。どっちとも。ちなみに、どっちともこの設定でやってるよ。今表示されてる。設定通りにやってる。まあ、これの原因は、ゼロだったかな。ゼロでやってて、まあ、だから基本的に素材の音でやってるね。ここは何もいじってなければ、マイクそのものの性能でやってるから。はい。まあ、ちょっと開ける。ちっちゃくなっちゃったでしょ。はい。そんな感じです。というわけで、まあ、今後ともね、この、T2020 でやっていくぜ。ちなみにこれさ、マイク、まあ、ソニーのマイクはですね、もう口から、もう、なんだろう、1センチぐらいで話してた。けど、こっちのマイク、AT2020 の方は、離れていてもね、これぐらいの、音量ですね。今、多分30センチぐらいで。これぐらいが30センチだけど、まあ聞こえなくない。聞こえなくはないと思うよ。今ちょっと、これ寄ったぐらいで。はい、寄りました。右に行っても、左に行っても、もう俺の、アバター見てくれればわかると思うんだけど。まあ、こっち寄っても、こっち寄っても。若干聞こえるじゃん。こちらのソニーの場合はね、もうこれ若干すら聞こえないからね。はい。だからまあ、かなり範囲が広いということですよね。うん、これにしてよかったかな。ちなみにさ、ショックマウントが今んとこないんで、ポップガードぐらいしかつけてないっすね。ショックマウントつけてないとどうなるかっつうと、今、マイクアームに吊るしてやってんだけど、ちょっと揺らしたら、なんかすげえボボボボボ言うじゃん。ボボ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 
こんな感じだよ。ショックマント書いて、って感じっすね。ワンランク上の、2030だったっけ ?35 だったかな、そっちにはね、ショックマントついてる。そうなのよなね、ショックマント。ショックマントってだけで、3000円ぐらいするんだ。ショックマントなぁ。待って、どれがいいのかっつう話になってくる。誰がいいんだろうなぁ。ショックマント、どれがいいんだろうなぁ。今ちょっとアマゾンで見て。高い。3000円、安くても2000円ぐらいするね。そんなすんだ。やだ。余計なショッピーですね。まあ、ではこの AT2020 に関しては、1万円くらいで買えるからね。これ単体でですよ。ちなみにケーブルも何もついてないので、ケーブルは買いました。ケーブルは2000円。合わせて1万2000円か3000円ぐらいだった。で、ポップガードもね、新しく新調したんで。前のが本当にクソったれになってきてから。変えたんだぜ。なので、まあこれも2000円ぐらいしたから、計15ぐらい。1万5000円ぐらいしちゃったわ。って感じかな。1万5000円だったらこの2035の方が変えたわ。でもまあ、ポップガードはついてないから。ポップガード付きもあるんだけど。まあ、ちょっと高いかなってところですか。バランツ、バランツでもよかったけどね、正直な話。ショックマウント。うん。まあ、ちょっと、考えてみます。ショックマウントに関しては。あんまりひどかったらね、これ、台盤とか、こんな感じです。めっちゃ台盤響く。そう。いいね。まあ、俺は、台盤とかしないけど。あと、まあ、ゲーム配信とかしてるときは、やっぱり、このボタンの音ね。スティック、カチャ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 。これも拾うよね。すごいね。そんな拾っちゃう。さすがにこんなレバガチャとかしないんだけど、基本的にさ、まだアクションゲームとかすると、こう、ガチャ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 、やっちまうよな。これは、どうしたらええのよ、って話。原因を下げてやる。それでも聞こえるよね。それでも聞こえるよね。4にあげますけど。これはすごいよ。これはマジですごいわ。今ちょっとマイクに近づける。マイクの真後ろ辺でやってるよ。うるさ。今、キーボード触ってます。キーボードも結構拾うね。今、マウスをクリック。マウスクリックしまくってるけど、まあ、このマウスはね、静音マウスなので、まあ、そんなにって感じ。まあ、聞こえるっちゃ聞こえるけど。さすがに何も喋ってねえと聞こえるよね。カラ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 。マウスを擦る音。擦る。まあ、カーソルを動かす音。ですね。今のはちょっと再現するとこんな感じです。結構聞こえるよね。あとさ、サシスセスソナスっていう音ね。
まあ別に、ちょっとマイク近づけてやりますね。唾飛んじまってる。汚い。どうっすか。まあ、そうです。ね、みたいな。今のはちょっと大げさにやったけどさ、そこまでってわけではないじゃん。じゃないかなーと思うんだけど。まあ、設定とかをいじくりますと、やっぱり、ちょっとできる音にはなりかねねえ。かなー、ここ。あとはもうホワイトノイズ入っちゃってるし。あとあんまり、多分なんかその、うちなんか、部屋のなんか、いろんな電気とかだ、パソコンとかの音だと思うんだよね。ビーとかさーとかっていう音は多分ね。わからんけども。はい。そんな感じです。まあね、この ET2020 の、いいですね。こっちをおすすめします。ソニーは、ダメです。ソニーのは、みんななんかおすすめだ、おすすめって言うけどさ、まあ安いからってことなんでしょうね。まあいいんですよ。値段的にも安いんだけど、やっぱり、今から始めようっていう方は、1万円くらいだったら、うんとかなる。よっていう人。よっていう人だったら、まあ、1万円くらい、だら、大丈夫かな、つって。いいんじゃないかな、それでも。はい、そんな感じでした。いやいや、今ちょっとマイクに近寄ってます。この辺にある。目つき悪い。これ目つき悪いな、これ。アバターさんは。この辺にある。しょうがない。まあ、上げればいいんだけど、上げると、顔隠れちゃう。こんな感じだ。これでちょうどいいのかな。外の車の音とかめっちゃ拾うんだよな。ここら辺も改良の余地はあるから。はい、そんな感じでーす。でーす。はい。あの後もね、多分なんか首がひまがってるな、俺。多分マイクの仕事。はい。だったね。とこう指パッチンとかしてもマイクの周りなんだけど今ASMR でよくあるやつ指こすってますね。こんな感じ。あとこれ服とかさ、服とかこすった音とかも聞こえちゃうね、これ。ゴシ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 。君の耳を破壊する。ASMR みたいなね。こともできるんじゃないかな。はい。そんな感じでした。まあ、ね、今後ともこいつでやっていくと思います。やっていくと思いますっていうか、まあ多分。今ね、動画のストックがなくなってっから、次の動画ぐらいから、多分こいつのマイクになっていくぜ。AT2020 になってくんだぜ。アバターがね、こうやって動けんのはいいな。離れてるね、まあところでもね、音拾ってくれるから、こういうことができるんです。こうやって足ぶつけたりとかして、もうそういうことになっちゃう、音乗っちゃうよねみたいな。
ントローラー、これはね、あの PC のコントローラーなんだけど、あのこっちはプレステ4のコントローラー、同じかな。あ、スティックは若干、これ何の音でしょう。R3 でした。スティック押し込み。どうでもいいよね。当てられんのかで、そんなもんみたいな、知らんわみたいな。そんな感じですね。はい、まあだから結構いいんじゃないかな、高性能だよね。ちょっとテンション上がってうーとか言っても、まあこれなんかね、そうだな、音が割れないようになってるっぽいんだよね。ダーッつってもあんまりなんないじゃん。普通だったらビビビーとか言うんだけど、ならなくね。何回か撮ったんだよそれ。でもね、なってないから優秀かなとは思います。緊張迷惑にならないようにしてくださいね。でもね、はーい、以上でーす。今回は新しいマイク AT2020 の検証、あるいはまあこれからこのマイクでやっていくよっていう報告の動画でした。それではね、また別の動画でお会いしましょう。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。